ベッカム。シュート。いや、素晴らしい。またすぐ同点です。北澤さん、これは。いや、これはまたすぐに追いついちゃいましたよね。動きのあるゲームになってますね。ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね。さて北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。リバプールとしては失点しても自分たちのペースを崩しませんでしたよね。そして前半のうちにしっかり取り返すことができた。この後の展開に期待が持てます。